水も綺麗だな。ずっと台風で荒れてたから穏やかになって、アオリイカも久しぶりに浅場に行けるって言って来てるんじゃないかな。それを狙ってとりあえずは浅場から始めてみようと思います。ちょっと風があるから3号にしてみます。あ、釣れた。やった。ん？あれ？なんか結構引くよ。お。でかいよ。イカでこんな大きいの釣ったの初めてだ。すごいジェット噴射強いな。でっかい。すごい、初めて見た。こんな大きいの初めて見た。幸先いいな。でっかい。この大きい磯の周りをやってみよう。さっきよりかはこの辺はもう結構落ち込んでる感じ。4メートルぐらいはあるんじゃないかな。4-5メートル。ちょっと行き過ぎた。風が強い日は糸たるませたりしたら、こういうスプールのところにもライントラブル気をつけてないといけないみたい。釣れた。今日は大きいのがいるっぽいから逃がそうかな。逃がそう、大きいのが釣れたし。色が変わった。釣れた。これもまあまあいいサイズ。すごい、イカってこんな重かったんだな。危ない。うわ、すごいな、このジェットの力。こんなに強かったのか。うわ、取れた。墨だらけになったよ。ま
また大きい。反応もすごいいいな。よっしゃ、あの沖のでかい岩の島に行こう。最初全然動かんかったけど、これイカだ。でかい。おっきい。うわ、すごい。でっか。今秋だよね。何これ、嘘でしょ。これこんなイカいんの。すっご、初めて釣った。最初のよりもっとでかい。すごい、これおっきい。来てよかった。今日違うか。うっそ、釣れた。マジ嬉しい。初めての釣りで釣れたら嬉しいな、やっぱ。でも大きさはそうでもないな。お、絶対もキープしていいんじゃないかな、これは。やった、嬉しい、釣れた。10あるかないぐらいの水深だと思うな。やった、今当たり分かったな。それに初ティップランイカ。この 30g のティップラン用の 3.5 号のエギ使おう。何？もう釣れてるよ。どういうこと？着底と同時にもう釣れてる。着底するまでに食ったのか。あ、結構でかい。おお、すごくない？これ
落として何もせずもう食ってんだよ。すごいすごいじゃん、ティップランエギングって。当たりも分かりやすいし。何これ、あ、また着底食いだ。もう沈み寄る時に追ってきて着底した瞬間抱いてんのかな。いいサイズ。こんなんだもん。これが一番大きいやつ。すごい。おばちゃんに3つあげたから全部で9匹釣れました。さつまいもももらって、お昼からだったけどすごいよく釣れて楽しかったです。ディップランっていうの初めてやって釣れたのも嬉しかった。しゃくり方がちょっとようわからんかったけど、またやってみます。